ST マイクロエレクトロニクスのビデオプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。今回はステッピングモータードライバーの選び方についてご説明いたします。 ST のステッピングモータードライバーは X スピンシリーズとして5つのラインナップがあります。パワースピンシリーズはコントローラーからのダイレクト入力信号もしくはクロック信号により一つのステッピングモーターを駆動することができます。 EG スピンシリーズはコントローラーからのクロック信号により一つのステッピングモーターを駆動しさらに SPI インターフェースによる制御自己診断が可能となります。 FLEX スピンシリーズは4つのフルブリッジ回路、DC-DC 電源、GPIO などを搭載したワンチップで DC モーターおよびステッピングモーターを駆動することができます。 D スピンシリーズはモーター制御のためのデジタルコアを搭載しマイコンからの SPI コマンドにより一つのステッピングモーターを駆動することができます。 C スピンシリーズはモーター制御のためのデジタルコアを搭載したコントローラー IC でマイコンからの SPI コマンドにより一つのステッピングモーターの制御が可能です。次のスライド以降でフレックススピンを除く各シリーズについて詳しくご説明していきます。フレックススピンについては弊社ホームページをご確認ください。最初にパワースピンシリーズについてご説明します。パワースピンは推奨動作電圧が 8V から 52V、 推奨動作電流が 2.5A もしくは 1.4A となるフルブリッジが2回路搭載されたモノリシックモータードライバーです。 L6205、 L6225 はコントローラーからのダイレクト入力信号によりモーター制御するタイプで過電流保護スキー位置が固定値となります。 L6206、 L6226 はコントローラーからのダイレクト入力信号によりモーター制御するタイプで過電流保護スキー位置が外付け抵抗により調整可能です。 L6207、 L6227 はコントローラーからのダイレクト入力信号によりモーター制御するタイプで PWM 電流制御が可能です。 L6208、 L6228 はコントローラーからのクロック入力信号によりモーター制御するタイプでフルステップ、ハーフステップに対応したデコーディングロジックが搭載されています。次に D スピン、C スピン、EG スピンシリーズについてご説明します。 D スピンシリーズの L6470、 L6472 はデジタルコアを内蔵したインテリジェントなモータードライバーです。特徴としては SPI インターフェースを介してメインマイコンからコマンドベースの命令で速度プロファイルの設定や位置決めの設置などのモーター制御が可能です。これにより従来モーター制御に必要であったサブマイコンが不要となります。またデイジーチェーン接続にも対応しておりますので複数のモーターを駆動するアプリケーションに最適です。 L6470 は電圧モード制御による滑らかなモーター制御が可能で最大128マイクロステップ動作が可能です。また L6472 は自動適用型時計機能を搭載した電流モード制御方式を採用しており最大16マイクロステップ動作が可能です。 EG スピンシリーズの L6474 はコントローラーからのクロック信号によりマイクロステッピング動作を行いSPI インターフェースによる制御、自己診断が可能となります。
また自動適用型離型機能を搭載した電流モード制御方式を採用しており、最大16マイクロステップ動作が可能です。 C スピンシリーズの L6480、L6482 は機能は D スピンと同様になりますが、 MOSFET 外付けのモーターコントローラー IC となります。ドライバー段はアプリケーションに最適な素子を用いて構成することができ、最大 85V までの高耐圧アプリケーションにおいてお使いいただけます。最後にこちらが X スピンシリーズの型番一覧となります。ご視聴ありがとうございました。ステッピングモータードライバーの選び方についてご理解いただけましたでしょうか。より詳しい情報は弊社公式サイトをご覧ください。